サポート付き貸し農園ならシア畑。シア畑、菜園アドバイザーの高野です。今日はオクラの収穫が始まったら注意したいポイントいくつかねご紹介していきましょう。皆さん どうでしょう。オクラは早い人はもう6月前半、遅い人でも多分6月中旬にはもう種をまいてらっしゃる方が多いかと思います。私どももう6月の初めにね種をまいてあります。今日ご紹介するのは大体それですから1ヶ月ちょっと経ったオクラ、これをまあ見ていただきますけども、基本的にオクラはね、種をまいて、発芽すればそんなにね、手間暇かかるような野菜ではないんですけども、やっぱりどうしても注意しなきゃいけないポイントが一つ大きなやつがあります。アブラムシですね。実がなる前から注意しておかないとアブラムシにやられてしまうなんてことが多くありますので、ポイント含めて何点かご紹介していきます。じゃ最後にね、質問コーナーにもお答えしたいと思います。はい、それでは、はい、行ってみましょう。はい、それではね、これ私どものオクラの状況です。このようにねもう綺麗な可愛い花ね、ついてます。でその下の方ですね、もうこれちょうどもうほぼもうこれでももう取って食べてしまった方がいいぐらいの、オクラですけども、実がね、ついてるのが確認できます。うちではオクラ一穴に、種をね5つまいています。普通はだいたい一穴に1本なんですけども、オクラは密集した方がねお互い競争し合うというか、収穫を長く楽しめることも含めて発芽した分そのまんま育ててしまうということでやってます。この株はね一穴にこれ4本今育てています。隣は分かるかどうかですけども、隣はもうこれ5本そのまんま育ててしまうという方法で育てています。1日の成長が極めて激しい成長をする野菜の一つであります。キュウリでだいたいほぼ1日3センチ伸びると言われてますよね。オクラもですねほぼもう2センチぐらいの長さ1日で伸びてしまうということがあります。ちょうど今ここにそうですね、見た目も1週間以上経ってしまった、食べるにも食べられないようなオクラがついてますので、ちょっとそれもね参考までにご紹介しましょう。わかりますか、私の手のひらと比べてもほぼ手のひら以上20センチ近く大きく育ってしまったオクラです。多分これ1週間ぐらいでこのサイズになったと思われます。こうなってしまいますともう筋っぽくてもう食べるに食べれないといったサイズになってしまうので、畑に行った時にもうオクラの実がなっていれば2センチでも3センチでも4センチでも、ね、もう10センチになる前にどんどん収穫してね食べていただきたいと思います。オクラはその方が絶対美味しいです。今のようにあの大きなサイズになってしまいますともうとてもじゃない、食べるに食べれない、オクラになってしまいます。注意が必要です。今私の手のひらを超えるサイズのね大きく成長してしまったオクラを見ていただきましたけども、株自身へのね負担も大きくなってしまいます。その分早くあの株がダメになってしまうということは収穫量がどんどん落ちていくということにつながります。ぜひね、オクラについてはもう2センチ3センチちっちゃくてももう取るというつもりで、収穫をしていただきたいと思います。目安としては私なんかは今日3センチで3日後に来れないというやつはもう基本的にもう全部3センチのサイズで、ね、カットして収穫してしまいます。ね、その方がね、安心して美味しくね、食べることができると思います。10センチを超えて15センチぐらいまでのオクラであれば、一つだけね、美味しく食べる方法があります。おろし器でスローしてください。あの硬い繊維も切ることによって食べやすくなります。生で吸っていただいて OK です。なお一層美味しく食べるには、すりおろしたオクラをね、納豆に混ぜちゃってで食べると、繊維質も取れるしビタミン C も取れるしね、ちょっと固めなオクラですけども美味しく食べることができると思っています。オクラ収穫時期を迎えて注意すべきポイントいくつかご紹介しましょう。はい、その1つ目、害虫対策です。皆さんね、オクラを育てていて、葉っぱを見た時になんとなくこう黄色っぽいなとかね、
なんとなくこう白い点々あるいは黒い点々が見えるな、そんな異常に気がついた方多いと思います。大抵そういう時には葉の裏をね見てください。アブラムシがねきっといます。特に葉っぱの上をねアリが歩いていたりしたらもうアブラムシがいるというふうに見ていただいた方がもう間違いないと思います。退治するわけですけども、まあ私どもシェア畑はね農薬使えないんで、これ結局もう全部で手であるいはハケを使って払い落とします。このマルチの上に払い落として、そこに油石鹸水これを撒いて油虫を退治する。あまりこの時期葉っぱに直接ね油石鹸水をかけるとやっぱり葉っぱにもそれなりにねやっぱり影響出てきてしまうことが多いです。なるべくマルチの上にハケなんかを使って落として殺してしまうということがね、一番いいやり方だと思います。注意しなきゃいけないのはウイルス病をね媒介するということも言われていますので、やっぱりアブラムシについては見つけ次第除去するという作業をぜひやっていただきたいと思います。もう一つ害虫いますね。ご存知のカメムシです。オクラのちょうどこの身に針を差し込んでね中の美味しい樹液を吸ってしまいます。吸われてしまったオクラはもう味も食感もありません。スカスカになってね繊維だらけのオクラになってますので、そうならないようにカメムシについてもねいたら捕獲するということを心がけていただければと思います。はい、続いて収穫時期のポイント2つ目ですね。収穫した実のすぐ下にある下葉、これはカットしましょう。収穫した実よりも下にある葉はオクラの成長に必要のない葉っぱになりますのでカットしていただきたいと思います。当然下の方の風通しこれをね良くするという効果もありますのでぜひやっていただきたいと思います。やってみましょう。これですね、これ収穫します。収穫します。そしたらこの下の葉、この葉これはもうここでいらないのでカットです。収穫したらカット、収穫したらカットしていただきたいと思います。風通しをね良くすることによって他の病気を防ぐことになります。3つ目、脇芽は見つけ次第カット。トマトほどではありませんがオクラもね脇芽がどんどん出てきます。脇芽についてはトマトと同様ですね、見つけ次第カットしていただきたいと思います。それではねちょっと脇芽見ていただいてカットをしたいと思います。脇芽についてはもう見つけ次第カットしてしまうということが大事なポイントになります。やってみます。そのままこれでカットしてください。ここにもう一本出てますね、これ葉っぱと茎の間から出てる脇芽、これカットです。この脇芽については本体の養分を浪費してしまいましたので見つけ次第カットしていただきたいと思います。これからもね収穫がどんどん進んでいきますね。うまくいくと2メーターを超える、ね、高さになることもあります。風の影響を受けやすくなりますよね。ぜひ支柱などを立てていただいて風に、ね、煽られて倒れないようにやっていただければと思っています。とても成長が早いオクラですがこまめなお世話をしていただいて美味しく食べていただきたいと思います。今日はオクラの、ね、栽培そして、収穫タイミングに、やりたいこと、いくつかご紹介をさせていただきました。この動画が役に立ったという方チャンネル登録ご評価よろしくお願いします。それではまた。